川田シャオロン明治31年12月19日は、日本中、思想家。通称、徳太郎、本名はイカ小張、松張、三、シャオロンと号するほか、緑竹祭、半ンモ祭の書斎号も称す。文政7年10月25日、土佐国高地上等、浦戸方町水天宮下、三船方の計画の藩士、羽生玉ジョコレツネの長男に生まれる。 祖父の川田金右衛門のの聖火川田家を継ぎ、川田聖を名乗る。幼少の頃より、島本蘭慶に顔を学び、16歳の頃半寿学者、岡本安修らの門下に入る。高下元年、吉田東洋に従い慶に、遊学、慶仮野家九代目の家の久志だけに指示した。河栄元年の二条城襖す修復の際には、死と共に従事した。 嘉永5年、米国より帰国した、漁師、中浜万次郎の取り調べに当たった。土佐藩の許可を得て、万次郎を自宅に寄宿させ、帰郷を共にしながら毎日役所に出頭させる中で、万次郎に読み書きを教えつつ、シャオロン自身も、英語を学び、お互いの友情を感じるまでとなった。シャオロンは、万次郎が語る異国の生活事情に、大いに啓発され、 鎖国日本の現状と異国の発展ぶりとの落差に驚き、大統領が選挙で選ばれることには、万次郎の話が事実であるか疑いさえした。万次郎の夜語りを聞き捨てにすることを惜しんだ、シャオロンは、一切の試験を加えず、シャオロンの差し絵を加えて、票辰みをさ略五官として上司し、藩主に献上した。 同書が江戸に持ち込まれると、初代名館で評判になり、万次郎が、幕府時期さんとして取り立てられることとなった。また、かねて信仰のあった、半後洋閣医師、岡上寿安の妻が、坂本龍馬の姉、乙女であったことから、シャオロンは、外国の大船を買い同士を乗せ人、荷物を積み替えように乗り出し、貿易によって異国に追いつくことが、日本の取るべき道だと龍馬に説いた。 明治11年江戸時代後期から明治初めにかけて土佐の絵師に好まれた画題である急行重慶をまとめた冊子、急行図紙を高校堂から出版した。明治12年に隠居し家督を譲った。明治21年高知を離れて京都へ移住した。明治22年京都府疎水事務所の書務付属に採用され、琵琶湖疎水工事記録側の作成に当たった。 疎水の竣工した明治23年4月から1年足らずに多くの絵図を残している。この琵琶湖疎水図紙、下巻第3トンネル西口から第6トンネル北口までと6層、屏風絵縮図2組の指数48八用は現在では京都府立総合資料館に収蔵され田村隆市立による琵琶湖疎水絵図とともに琵琶湖疎水の100年のうちの 学習に収められた。明治二十七年、京都居住の子、乱太郎のもとに移り、内国金魚を博覧海外展覧会にて賞を受けた。また広島において、明治天皇に、午前季号の栄えを賜った。明治三十一年十二月十九日没。去年七十五歳。千八百五十二年に、河田シャオロンが帰国した、ジョンマンジローから聞き書きした、漂流記。 千四巻。万次郎が1841年に漂流して、米国船に助けられて渡米し、約11年後に帰国するまでの経過や米国での生活や文化が書かれている。藩主の山内陽道に献じられたが、原本の行方はわかっていない。龍馬記念館によると、幕末に作られた写本が6つあり、その一つは記念館が保管している。 同時代の写本は10種類ほどあるとも言われる。京都外国語大学も、写本を所蔵しており、牧1には漂流後上陸した鳥島で、米戦に救われるまでの状況のほか、世界略地図と鳥島の略図を付し、牧2には、仲間の伝蔵兄弟らの帰国に関する記述のほか、ハワイ国、オアフ島ホノルルの事情、米国滞在中の状況、 奇船や、記者の図と説明を載せており、巻四4には、万次郎らが琉球を経て帰国するまでを記している。キュウリン本と呼ばれる、別の写本は、大正時代に、ブルックリン博物館の学芸員、スチュワートキュウリンが、東京で発見したもので、挿絵が多く含まれている。キュウリンは1912年に、両国で開かれた、 古書展示販売会でニューイングランドの風景が描かれていたことから本書を購入。表達見治略の写本であることがわかり、同年末、万次郎の長男、中浜東一郎が、九林から本を借り受けて、全館を筆写した。九林は本と共に帰国し、1929年に没するまで、本書を手元に置いたままであったが、1948年に、 遺族が気象本コレクターに売却。1966年にフィラデルフィアのローゼンバック博物館が購入し、欧州に初めて米国を紹介したアメリゴベスプッチの新大陸と共に所蔵している。キューリン本は1976年の建国200年記念にワシントンで公開された後、1999年にローゼンバック博物館で2003年に ロサンゼルスの全米日系人博物館で2013年に高知市の龍馬記念館で展示された。高知市南張間野町の聖火跡地に河田シャオロン聖誕地住雲堂跡の石踏みがある。住雲堂は河田が開いた私塾で絵や漢学、蘭学などを教えていた。解明的であったことから住雲堂には坂本龍馬、近藤長次郎、長岡健吉、 竹市半平太、田中光明、新宮馬之助など、進歩的なものが多く出入りし、ロンドンの場となり、岩崎あ太郎と、後藤昌二郎もここで出会った。ありがとうございます。